バイト時代の、はい、嫌な思い出僕あのあの今はまだあるかわからないですけどス,ステーキハウスケンってわかりますマジすかケンでウェイターと、まあ、シェフやっててあのそのキッチンの中の作業これこれ面白いね <laughs> であの あの時は結構自分バンドもやっててうん、うん、でちょっとマッチョ嫌いになって食べ放題のステーキ、ね、でも,、うん、でも初めて入る時って必ずどこの職場でも経験し皆さんしてるかと思うんですけど1人いるんですよ自分が大嫌いな人なぜか,か何もやったなのにすごいちょっかい出してくれるなんか変態おじさんとかおばさんかはいるんですよでまあこの人は結構性格強くてなぜ、うん、か僕はそこに入仕事を始めた時からなんかこの人を惨めにしてやるみたいな。 なんかすごいそれいたんだい,<の>いましたそこに。ななで何やっても彼がなんかうわわわおいまた金子君がこうしてるよみたいな,なんかのスタッフにこうやって広げてみたいな感じでもうまともに仕事できなかったあの頃は結構もう本当にあんまり自信がなくてだから結構メンタル的にやられ,やられてましたねあ、うん、の時は。でも一回もううんざりして、うん、怒鳴り返したらそこからは平和。 うん、今、多分その人、コア,アパレル来て、「僕が一回あの原付きで、まあ、タンクトップを着て<い>あの、それで、まあ、裏の方にに回って、まあ、出勤したんですけど、<い>彼がその裏でたばこを吸ってて、で彼が店長といました。おい、こいつ、金子君、タンクトップなで出勤しやがって、誰、何様と思ってるんだみたいな感じで話して、え、タンクトップで出勤だめなのと思って、別になんか。 でもすごいそれでなんかいろんなスタッフに「あいつタンクトップで出勤してるぞ」みたいな <laughs> へ<ー>「ええ」とここ立山なんだけどなんかみんなこういう格好だけどと思って立山立山立島<葉>立山<ー>そこ県で剣で、まあ、そこはもう潰れてますねえと何さんんって言うんでいや覚えてないですなんか顔,顔は覚えてるんですけどでもなんかなんでそんなに彼 でも今考えるとあまり余裕がその人は余裕がなかったと思いますいじめてて楽しかったんだろうなという感じですでも、うん、それが一番悪い経験かもしれないですよほどね一発で出てきたもんね、うん、その説はお世話になりました <laughs> <laughs> 今は絶対応援してくれてました